皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。英語が10点から20点の高校受験生を8ヶ月で50点以上取れるようにする動画、17回目。今回は一般動詞現在形の練習問題の1回目です。括弧の中の正しい方を選びましょう。括弧1、can、その後ろに括弧があって play と plays が入っています。そして the guitar well、 こうなっていますね。これは can は上手にギターを弾きますという英文にするんですけれど、動詞に s がつくかどうかは主語によって決まりました。主語が三人称単数の時、三人称単数というのは I と You じゃない単数の名詞の時ですね。 I、You 以外の単数の名詞の時には動詞に S がつきました。主語を見ると主語は Ken ですから I、You じゃなくて一人の男の子の名前ですよね。単数です。ですから動詞には S がついた Plays、 これを選んで Can play the guitar well、 Can play the guitar well、こうなるんですね。括弧2番、 I の後ろに like と likes が入った括弧があって dogs となっています。主語がこれ I なので三単元の S のついていない like を選んで I like dogs、 I like dogs、 私は犬が好きですと、こういう文になります。括弧3、 My brother、その後ろが括弧で don't と doesn't が入っています。で speak English、 こうつながっていますね。 don't を使うか doesn't を使うかはやはり主語によって決まりました。主語が三人称単数だったら doesn't、 そうじゃなかったら don't を使いましたね。主語 my brother となっています。私の兄、 brother の後ろに S がないので一人の兄ということになりますから、使うのは doesn't を使って my brother doesn't speak English、 my brother doesn't speak English、 私の兄は英語を話しません、普段英語を話していません、こういう意味の文になりますね。4番、 they、 その後ろが don't と doesn't で walk to school、 こうなっています。 they は彼らとか彼女たちという複数のものを、ね、表す代名詞でした。ですから they の後ろに来るのは don't ということになります。 they don't walk to school、 they don't walk to school、 彼らは歩いて学校に来ません。そして they、 これ複数でしたから三単元の S のつかない come を選んで they come to school by bus、They come to school by bus、 彼らはバスで学校に来ます。このような文になります。5番は一番前に括弧があって do と does が入っていますよね。でその後ろに Tom and Bill study math on Monday、 こんなような疑問文ができています。これね、よくする間違いが、あ、Tom って人の名前だから does を選ぶんだ、こうやっちゃう人いるんですけど、違いますよ。ね、三人称単数ってありましたよね。主語は単数じゃなきゃいけないんですよね。主語を見ると、Tom and Bill。何言いました？ Tom と Bill。二人ですよね。複数です。ですから、選ぶのは Do の方を選んでください。Do Tom and Bill study math on Monday? Do Tom and Bill study math on Monday?こうなるんですね。これ慣れないとね、人の名前が来てるとつい does を選んじゃう、そういう癖がついちゃってる人はね、違和感があるかもしれませんけれど、必ず主語が単数か複数かを確認して答えを選んでください。6番です。同じように do と does があって you do your homework after dinner、 こうなっていますね。あ、上がどうだから今度は人は does だ、こんな選び方しちゃダメですよね。主語で決めると、主語は You ですから、選ぶのは当然 Do を選びましょう。 Do you do your homework after dinner?
Do you do your homework after dinner? あなたは宿題を夕食の後にするんですか？こんな質問の文章ですね。今回は一般動詞の現在形の練習問題、これを6問解いてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。